森本インターを降りて国道富山方面に車で3分の場所にオープンしたのが、大判焼きで大変有名な山帽子の新店、森本不動寺店です。白山の吉野の本店と、そして姫神社の2店舗ありますけれども、3店舗はここにオープンとなったんですね。いやー、この時期本当に寒くなってきて、やっぱりあったかくて甘いものを食べたくなりますよね。さあ、こちらの新店は先月26日にオープンしました。この新店でしかないものが実は2つあるんです。そのうちの1つがお店の外に設置されているものなんですが、それがこちらの自動販売機。なんと、あのあんこぎっしりの大判焼きが24時間この自動販売機で買えるということなんです。ただ皆さん、大人気ということで、今ですね、全て売り切れとなっています。残られる方、明日の朝までには少し入っているとお店の方話していたので、ぜひこちらも訪れてみてください。さあ、では中に今度は入っていきましょう。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。オーナーの海老原純子さんです。オープンおめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。オープンから10日ほど経ちましたが、はい、お客さんはいかがですか？大変な目にあっています。大変な目に、どういうことですか？思ったよりたくさんの方が、ね、いらしてくださって喜んでます。あ、本当に多くの方が。はい、でもなんか半分悪いなと思って、全員の方にあげられないんで、はい、役番も決まってるし、時間もあるんで、そこ全部埋まってしまってるんで、売り切れになるほど、はい、で、ね、悪いなと思ってます。そもそもですけれども、この金沢市内に3店舗目をオープンしたのはどうしてだったんですか？ある番組に、はい、こんな山の中に行列があって、こんな番組あったんです。あ、番組で紹介されて、はい、ある某番組でそれに出ましてから、はい、富山の人、能登の人が大勢いらっしゃる。それからですね。そうなんですね。私も見ました。あ、そうですか。はい、地域のね、いろんな有名なものを紹介する番組ですね。はい、そうなんです。はい、まさしくそうです。まず大人気のお店なんですけれども、もう店内にいるとですね、甘い香りがするんです。というのも、今まさに作っているところなんですよね。いやー、あんこぎっしりとは言いましたけども、これだけ純子さん入っているんですね。はい、これたっぷり入ってます。本当ですね。厚さもすごい、生地がもう溢れちゃうほど入っていますけれども、でもちゃんと蓋できるんです。あ、そうなんです。では、そう、蓋をしまして、はい、今日はこの新店のイートインスペースで、はい、用意していただきました。こちらが大判焼きを持つと、もうずっしり重たい。ちょっと開いてみましょうか。割ると、わっ、あふれんばかりのあんこ出てきました。すごいですね、これ。いや、なんかもう見ると皮なんて1ミリぐらいしかないんじゃないですか。ずっしり入ってますね。じゃあちょっとこちら、皮も美味しいんですよ。あ、本当ですか？じゃあちょっといただきます。工夫してるんで、硬くならないように。いただきます。うん、うん、美味しい。 あんこ割と甘みさ控えめで、うん、皮もしっかりと、うん、美味しいですね。そうです。これ最初からこれぐらいあんこは多かったんですか？いや、多くなかった。最初習った時は少なかったんですよ。あ、そうなんですか。自分もあんまり食べないから、ちょっと食べてみたら、なんやこれと思って、んでいっぱい入れるようになった。いっぱい入れるようになったんですか？はい。でも、食べる私としては、少ないよりも多く入ってた方が嬉しいですよ。そうですよね。そうです。その嬉しい顔を見たさに、どんどん増えていったんです。そうだったんですね、はい。さあ、そして新店では大判焼きの他に、なんとカレーもあるんですよね。これまた、なぜカレーを始めようと思えたんですか？そうですね、鶴見町に老舗の洋食店がありまして、そこのカレーが私が大好きなんで、皆さんにたくさんの人に食べていただきたいなと思って。じゃあ、ジーさんの大好きなカレーを、はい、はい、そうなんだ、おすすめのカレーです。じゃあ、おすすめのカレー、私もいただきます。
そうだったんですね。あ、うん、おいしい。あ、まろやかでそこまで辛くない。スパイシーでしょ、うんうん、でもお子さんでも食べられそうですね。食べれますね、はい。そしてなんかルーもトロトロしててお野菜とかも入ってるんですよね。そうですよ、うん、作る人はね3日間かけてルーを作ってくれます。あ、そうなんですね、はい、3日間煮込んで煮込んで、はい、もう入ってくるということなんですね、はい、いや、大判焼きにカレーと新店ではパワーアップして、そうですね、ということなんですね、どうですか、新店にもやっぱり多くの方に来てもらいたいですよね。そうですね、あんまり迷惑かけないようにしっかり頑張っていきたいと思う迷惑っていうのはあの人気すぎて、はい、皆さんに渡せないです。はい、それしかないんです、ね、そうなんです、はい、今もありましたね、本当に大人気だということで、あの予約してくる方もいらっしゃるので、皆さん来る方はちょっと予約してもいいかもしれないですね、はい、なるべくそうしていただきたいですね。土日は反対に予約制なしで、はい、来ていただいた方順番になっています。はい、じゃあ平日は予約をするとお目当てのものを買えて食べられるかもしれません、はい、さあそしてこちらにご用意したのは季節限定のモンブラン。モンブランです、はい、あの2層になっていて上も白いのは豆乳クリームで、はい、そして下は栗のあんこが、はい、あ、栗がコロコロ入ってますわ。そうなんです、今しか食べられない味ですので、そうなんですよ、もう限定でもう少しで終わります。あ、本当ですか、はい、じゃあぜひこちらも今しか食べられないので、はい、ぜひお越しください、はい、今日は新店から生中継でお伝えしました、はい。